ここからは明日の天気を見ていきたいと思います。それでは最初に皆さんからいただいたリポートをご紹介します。今日は奈良県生駒市の夕日のあんまんさんのリポートです。朝からずっとこんな雲が続いてます。どんよりとした雲が広がっていますね。ちょっと下の方には黒い雲も広がっています。さあ現在は結構曇りの報告もいただいておりますが、明日にかけてどんな天気になるのかアイコンで見ていきましょう。明日の天気です。明日は九州はちょっとどんよりとした天気となりそうです。日差しはあるものの雲は多めとなるでしょう。そして中国四国は日差しがたっぷりと、連休最終日お出かけ日和となりそうです。紫外線対策バッチリと行ってください。近畿そして東海も晴れて暑くなりそうですよ。日中の気温は30度を超える予想です。そして関東から東北に関してですが、雲が広がりやすい天気となります。日中は日差しが少ないですが、お天気の崩れ、山沿いのエリアではちょっとある可能性もあるので、お出かけの際には折りたたみ傘あると安心かもしれません。そしてお天気の崩れの心配があるのはやはり北日本となりますね。札幌では雨アイコンもついています。一日パラパラ雨が降りやすいので、ぜひ折りたたみ傘を持ってお出かけください。そして日差しも、なくて気温もあまり上がらない分、少しひんやりとしそうです。皆さん体調管理にはバッチリ行ってくださいね。それでは明日は連休最終日、素敵な休日になりますように。